G11 はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。製造型番は SOX 0に。名前の由来はかつて au デザインプロジェクトのデザインコンセプトモデルだったグラパシリーズの2011年バージョンを意味するグラパ2011から取っている。 なお、本機のデザインは、グラパおよび、グラパ0 0に G9 同様、岩崎一郎が手掛けている。G9 の後継機種で、今回は、同社製のサイバーショット形態 S006 を、ベースに再設計された。ただし、S006 と違い防水機能は省かれている。イーダブランドのフィーチャーフォンとしては唯一となる、Wi-Fi Win に対応しており、 CPU にはクアルコム製のスナップドラゴン S19SD8650 を搭載している。デザイン面では GQ では上側ボディのディスプレイの下に方向キーなどが配置されていたがスライド幅が広がったために本機種では方向キーは下ボディにある。また上側ボディのディスプレイ面下部はタッチセンサーが搭載されており閉じたままで操作が可能であり、 ディスプレイ下部の操作部には着信時にグリーン、終わり話時にレッドに発光する着信応答、終わり話キーも用意されている。なお、東北、関東地区は東日本大震災の影響により発売予定日が大幅に遅れた。データ通信を行っていない状態で電波環境が不安定になると本体が再起動する場合がある問題があった。ありがとうございます。